続いてのメール読ませていただきます。はいと名前が豆こっこさんかわいい。<laughs> <laughs> さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ます先日のラブライブシリーズ生放送はリエラの皆さんが緊張しながらも楽しそうにしているのが伝わってきました。 リエラがラブライブシリーズに仲間入りする瞬間を目撃することができて、本当に嬉しかったです。とのことです。ありがとうございます。ます嬉しいですね。続いて、はい、ラジオネームはるひさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あますアクア二次学合同の生配信では、先輩たちと楽しく進行されていて、こちらもとても楽しかったです。ニックネームで呼ばせてもらったり、ニックネームを。

いいんですね。はい、あんちゃんと呼ばせていただきました。すごかった。もう隣でオタクが。アーカイブをね、見たんですけども。あの、稲見さんがね、あの、あの、生ちゃん呼んでもらってもいいかなって言った瞬間の私の反応がすごく。く全開だった。ねそうですね。本当にありがとうございます。噛み締めております。は 緊張したりちゃん緊張した緊張した緊張したなんか後ろにいたからなかなか直接ね顔が見れなくてそうですねでもなんかすごいなんかみんながみんなが優しい先輩たちすごい優しくて声かけられて嬉しかったよね目が合うたびにときめいてしまって勝手にはぁってなるしてすいませんあんちゃん読みます あ,あんちゃんからすごいあのリハーサルのあで声かけられてなんかすごい真面目で台本に確認しててすごい近い近ね <laughs> <う> <laughs> めっちゃ緊張したすごい近くでしゃべってますて、うん、なんか「うんうん、あそれいいねそれいいね」いいねって言われてどんな優しい人だ。<ん> <laughs> 本当に優しさで溢れていました。そうです。一人一人に声かけていただいて、確認のね、生放送の確認とか、これ言ってもいいかなとか、そうそうそう。すごいもうあのあの本当にあの変態かもしれないけどめちゃめちゃいい香りしました。私も隣で思ってたから多分一緒。一緒みんなきっと思ってるよね。きっとね。めちゃめちゃなんか。 いや、オーラがありますね。うん。本当、なんか目が合うとかだけじゃなくても、そこに存在するだけで、あ、今隣にもしかしていますみたいな。本当にいますみたいな感じに。そうそう。なって。夢かなって。何回か膝をつねって。夢じゃなかった。夢じゃなかったね。ありがとうございました。本当に嬉しかった。本当に。嬉しかった。